輝け、特別性放送笑いは日本を救うは、1980年12月31日に日本テレビ系列局で大型特別番組として放送された演芸番組である。正式名称は、輝け、特別性放送笑いは日本を救う裏番組みんなで見なけりゃ怖くない、日本全国爆笑5時間ぶっ続け。本校では、 1981年12月31日に同系列局で放送された、輝け。特別性放送81漫才オールスター、大晦日も笑っちゃえ。についても記述する。それまで、日本テレビが大晦日の NHK 紅白歌合戦への対抗番組として制作していた特番といえば、コント55号の紅白歌合戦をぶっ飛ばせ。なんてことするのいや、 前年に開始した、金ちゃんの仮想大賞といった、コント55号司会のものが多かったが、1980年には、空前の漫才ブームが起きたのにちなんで、漫才系の特番を編成。それも18時30分からの5時間にまで、放送枠を拡大し、紅白は、もとより TBS の、輝く、日本レコード大賞や東京12チャンネルの、 年忘れ日本の歌とも張り合うこととなった。内容は、漫才のほか若手芸人たちが芸を披露する、80フレッシュ漫才大賞、2ビートの当時のネタである、兵庫のパロディを一般から募集し、優秀作品を発表する、2ビートのブス撲滅大賞、そして、かつて同系列局で放送されていた、コント55号の裏番組をぶっ飛ばせ、の、 野球拳をアレンジした B&B の漫才券などのコーナーによって構成された。番組タイトルにある笑いは日本を救うというフレーズは同系列局で放送されている夏の特別番組24時間テレビ愛は地球を救うの文字である。翌年も行うこととなったが今度は紅白の真裏に木曜ゴールデンドラマの特別版81 喜劇スペシャルを編成したため、枠は18時30分に10時54分に縮小された。なお公開は、前々年の1978年に放送された、大晦日特番、ピンクレディアセと涙の大晦日150分、と同じ新宿コマ劇場で行われた、いずれも日本標準時、笑いは日本を救うのみ出演。二人で即席漫才を行った。ありがとうございます。